京都競馬場本日のメインレースの発走です。スタートしました。おっと遅れたのはクラリティシチー。さあ先行争い何が行くんでしょうか。AMC ルビア前に行きそうです。続いてバンドワゴン、内からはロックスハッスル、その隣にアイネルフロスト、内からはエルスゼファー、さらにはフェイシンサプライズ、その隣にキングズオブザサン、イダカールデル、すぐ後ろ赤の帽子サミーハーモニー、その後ろ、その外から第二カルメン、その後ろに鈴鹿デビアス、白の帽子里のアラジン、その後ろ、先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。前は AMC ルビア、まだ粘っています。バンドワゴン、ほとんど差がありません。フェイシンサプライズ、3番手アウトストリック、いい位置、果たして先頭を捉えるか。後続も追い上げていきます。さあ先頭はエームシルビア、その外からはフェイシンサプライズ、内からはバンドワゴン、4コーナーカーブから直線コースに向きました。エームシルビア先頭、アウトストリップ先頭、2番手はフェイシンサプライズ、残り 200m アウトストリップ先頭だ、残り 100m アウトストリップ先頭、2番手はシャトノアラジン、先頭はアウトストリップ、1着でゴールイン、アウトストリップ1着、2着にはどうやらシャトノアラジン、1番人気に応えました、アウトストリップ見事です。